90。これで1000万円ちょうどね。毎度。はい、刹那は荷物持ち。さ、うちに帰ろう。これでどんなお願いでも聞いてくれるんだ。たったビール5本でこの馬の骨をうちに置け？ふざけるのもいい加減にしろ。だいたいなんだその札は。あのバカ孫の顔を思い出してかなわんわ。まあおじいちゃん、とりあえず飲もう。何度もその手が通用すると思うか。わしをバカにするな。この間だって小汚いネズミを拾ってきよってからに。ネズミじゃないもん、モルモットだもん。同じようなものだろう。わしには見分けもつかんかったわ。尻尾のないネズミはいいネズミなの。まあ確かにそこらのネズミよりは肉付きが良くて脂も乗っていたがな。最初分かっていいって言ってくれたのに、ひどいよ。弱肉強食は自然の摂理だ。おじいちゃんのバカ。バカはどっちだ。全く気が知れん。貴重な食料ネズミなんぞに与え続けるなんて。モルモン